まあ、少なくとも中盤から放送席、放送席、そしてこぼすた宮城のファンの皆さん、お待たせしました。今日のヒーローはもちろんこの人、大谷翔平投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。今シーズン初の完投を見事完封で飾りました。今の心境はいかがですか？本当に要所要所であのバックの方守備に助けられて、なんとかゼロで抑えてよかったなと思います。チームは今シーズン初の連敗という中で迎えた今日のマウンド、どんな気持ちで登板したんですか？まあ、今日負けたらあのずるずるいくのかなというような展開だったので、なんとかチームの勝利のためにしっかりと1イニングでも多く投げれればいいなと思ってました。初回は三塁まで進塁を許しましたけれども、立ち上がりはいかがだったんでしょう？いや、もう本当にいつもハラハラの立ち上がりで申し訳ないなという気持ちでマウンドでいますけど、なんとか粘れてよかったなと思います。そして3回には3者連続の三振がありました。あのあたりからエンジンかかってきたんですか？いや、本当に早い段階であの先制してもらって良かったですし、あの、まあ、相手の戸村さんもすごくいいピッチングだったので、リズムよくあのゲームも運べたかなと思います。そしてあの8回にはノーアウトランナー2塁3塁という大ピンチがありましたけれども。そうですね、なんとか粘れて、本当にそれが今日の勝ちにつながったかなと思います。今シーズン初めて迎えた最終回のマウンドはどんな心境でした？あの1点差だったら本当に自分の力を出し切れないかなというところで追加点を取ってもらったので、すごく安心してマウンドに行きました。そして9回あの最後のバッターを剛速球三振で試合を終わらせた瞬間、どんな気持ちでした？まあ、今日あんまりストレートが良くなかったので、立ち上がりからあんまり良くなかったですけど、なんとか近藤さんにリードしてもらいながら最後まで投げれました。それにしても大谷さん、これで開幕から4戦4勝ですよ。ありがとうございます。まあ、二刀流を続けながらのこの登板したい試合すべて勝利、この結果は今どう受け止めていらっしゃいますか？まあ、打席で仕事ができなかったりとか、自分の中でそういうものありましたけど、ピッチングになったらしっかりと切り替えて頑張りたいなと思ってたので、なんとか試合でも勝ててよかったなと思います。さあ、大谷さんの活躍もあってチームはがっちりと首位をキープしています。これからの戦いに向けて、まあ、今日はこの、 あのゆかりのある東北の地ということで、大勢のファンが大谷投手の投球注目していました。一言力強いメッセージをいただけますか？本当にピンチの時にあのすごく力になったので、なんとかこれから1試合でも多く勝てるように頑張りたいなと思います。今日のヒーロー大谷翔平投手でした。ナイスピッチングでした。大谷投手のインタビューでした。